ズで躍動する田中碧さん、ヒートマップがヤバすぎると話題に。田中碧のヒートマップがすごいと現地でも特集されてるな。ポジションどこでもできそう。すごいな。さすが唯一のボックスとボックスのボランチ。田中碧はイングランドのフィジカルに通用してるな。それどころかドリゴさんたちにフィジカル褒められるレベル。リーグでの田中碧は前線の両サイドへのボール供給と守備が本当にいい。キャプテンであるアンパブには気の毒だが、長期欠場になる場合碧はチャンスになる。田中碧がリバプール行った方が遠藤よりも使われそう。スロットが好きそうな動きしてるな。それ思ったわ。スロットリバプールに合いそうだよな田中碧。スタメンに名を連ねるのも時間の問題。リーグとブラックバーンが今並んで5位。両チームとも昇格して田中碧と大橋がプレミアでプレイするところが見たい。持ってる男だからね。代表にも欠かせない。日本人のアンチが少なくないが気にせずゴールも奪ってほしい。リバプールで活躍できるとか言うけど、それなら2部からすぐに脱出できているんだよな。試合に出てるなら前よりはずっといい状態ちゃう？いいパス出してるね。伊藤と再現してくれ。ずっと課題言われてた守備がだんだん改善されてる気がする。とはいえボランチとしてはまだ軽いって言われそうだけど。普通に一部でも通用しそうなんだけどね。オファーが来ないのはなんでなんだろう。ちゃんと自分の魅力を出せてるのいいね。来シーズンこそ一部から声かかるんじゃない？